例題黒どこはルールに従って黒マスを配置するペンシルパズルの名称である。数字はその数字から上下左右の各方向に連続していくつの白マスがあるかの合計を示す。数字が入るマスは常に白マスになる。黒マスは上下左右にとなり合わず盤面を分断しない。パズル通信コリ三34号に黒マスはどこだのタイトルで初めて登場した。 作者は当時読者だった TM である。作者によれば一人にしてくれは盤面に数字が詰まっているのでそれを減らせないかというのが考案の原点だったらしい。39号から毎号掲載されるようになり、60号からいわゆる定食パズルに昇格している。90号で特集が組まれ107号まで毎号掲載されていた。二千八年四月十日発行の パズルボックス級以降、名称を短縮し、黒どことした。黒どこを解く場合、最初は黒マスよりも白マスになるマスを探すことの方が多い。多くの場合、最初の手がかりとなるのは大きい数である。上下のすべてのマスが白マスだったとしても、数字より少ないため、足りない分の白マスが左右に来ることがわかる。2の周りのマスのうち1つが白マスならば、 残りの3マスは黒マスになる。数字が入るマスは白マスなので2が他の数字と接している場合2の周りの黒マスが確定する。数字の近くに白マスが確定することによって、ここを白くすると白マスの数が多くなるからここは黒マスになる。白マスの数が数字と一致したからその隣のマスは黒マスといった手順によって黒マスの位置が決まっていく。 黒マスの隣のマスは白マスである。このため、数字から斜めの位置に黒マスが存在すると白マスが2マス確定する。このためにの斜めの位置には黒マスが存在しない。ありがとうございます。